FIFA 国際サッカー連盟のブラッター会長が再選5日で辞意を表明。アメリカのメディアによると司法当局はブラッター会長を捜査対象に含めていると報じています。おやおや、はい、これね、うん、再選されたんやと、はい、いうとこまではやっぱり力あんだなとかね、はい、それからやっぱり、うん、あの人は何も関係なかったんかなとか、ね、どうなんだろうなとかいろいろ思ってましたけども、思いましたけれども、まあ辞めますよということと、うん、それから司法当局はどうも捜査対象に含めているらしいぞというようなこともニュースになってきました。紅ほっぺさんも再選されたばっかりで辞めるってどういうことでしょうかいうことでね、はい、ゼッツリンさんもじゃあこれ辞任したもとなんか生まれ変わるんでしょうかとかね、うん、うん、それからスケベウサギさんからもいただいておりますけども、うん、これ早期に辞めるかもしれないけれども、とりあえず立候補して再選させることで自分たちの勢力を保っておきたいということなんでしょうかねとかね、うん、うん、いろんな僕らはこう旗から見てて、はい、内部のことよく分かりませんけれども、そうですね、やっぱり、うん、いろんなこう問題がどんどんこう大きくなってきてるような、うん、これだけ大きいことだって、副会長2人を含む計14人が、うん、起訴されてという、うん、もう大揺れも大揺れということなんですけれどもね、うん、はい、さあ今日のニュースのツボですから、その FIFA とブラッター会長についてちょっと、うん、まあ、サッカー詳しい人は知ってると思いますけど、やっぱこういう世界ってあんまり興味がないなとかっていう人は、うん、あそうなんだとかね、そもそも FIFA って何なのっていう人もまあいるかもしれませんので、うん、ちょっと調べてみました、うん、FIFA 国際サッカー連盟のことですね、世界のサッカーを統括する組織です。アジア、アフリカ、オセアニア、ヨーロッパ、北中米、カリブ、南米の6つの大陸にある国際サッカー連盟が加盟するというサッカー連盟ですね。現在6大陸合わせて209の国と地域のサッカー協会が加盟しております。ワールドカップをはじめとするいろんなサッカーの国際大会を主催していくわけですね。他にもオリンピックへの協力や国際ルールの統制なんかを行います。人種差別の撤廃なんかにも、頑張っていると。そういう組織が FIFA です。歴史としては1904年から始まります。100年以上前ですね。オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、デンマーク、フランス、ベルギー、この8カ国と、それからスペインのレアル・マドリッド、サッカーチームで作りました。なぜかって言いますと、やっぱりヨーロッパの中でサッカーまあいろいろ各国でやってたわけですけど、国際的な試合っていうのをやっぱりやりましょうよという声が高まりまして、それに伴ってその国それぞれでバラバラだったルールを統一して国際ルールを作るという必要性が出てきました。それからまあ運営するためにはやってまとまって何か組織してやらないとねということで、各国のフットボール協会が一つにまとまった団体ということを組織しようというふうになりました。うんうん、で、まあ、ちょうど同じ年に、その、できた新しい国際団体の下で、国際的な試合というのをやりましょうということも決まりまして、うん、これが後にワールドカップ。うん、ね、FIFA ワールドカップになっていきます。まあ、国際組織としてはだんだんその中で地位を固めていって、1909年にはヨーロッパ以外の国からということで南アフリカも加盟してきました。その後も3カ国増え続けて、現在209の国と地域が加盟しています。一番新しいのは2012年5月に加盟した南スーダンというこれ一連の、うん、FIFA の歴史と。いうことなんですね。で、一番最初、当初はヨーロッパ中心で、そのアマチュア的、な感じ、サッカーで利益を求めない、うん。うん。サッカーするけど、それは利益追求のことではないよっていう団体だったんです。うん、で、役員たちも、まあ、社会奉仕のような意識で、まあ、純粋にサッカーを楽しもう、サッカーを世界に広めようっていうような形で運営に携わっていたそうなんです。うん、ただ、1974年の時に、ブラジル出身の実業家、アベランジェさんという人が会長になりました。うん、アベランジェさん、うん、で、この人は、いや、それもいいけれども、うん、マーケティングというものをちゃんとやれば、サッカーでもって大きな利益を生むことができるぞという主張をしまして、うん、で、そっからそのマーケティングをして、大きな利益を生み、うん、増やしていったんですね。うん、財源増やしていきました。うん、大口スポンサーの、まあ、例えばコカ・コーラといった大きなところと契約して、うん、テレビの放映権なんかを値上げしたりして、うん、利益を確保していったんです。うん、なんか、そんななんかね、純粋な心からお金追求って思うかもしれないけれども、うん、そうじゃなくて、
その資金で若者の育成をしたりとか、うん、サッカーの後進国のサポートをしたりしていたんです、うん、多分そういう意味なんでしょうね。利益追求してそういうところにお金を使っていくことも大事だぞっていうような主張の方だったんだと思います、うん、あ、そうやって聞くと、あ、それはそうかもしれないなと思います。ただそれがどんどん突き進んでいって、なんかその最初の目的みたいなもの、理由みたいなものがだんだん見えなくなってきたのか、うん、どんどんその利益、ワールドカップの利益が増えていくにつれて汚職と呼ばれるようなことも行われるようになっていた。で、ここでいろんな問題が起きたりなんかっていうのは今までチラチラっとあったんだけれども、今回そのね、一番トップのところであるような幹部がドーンと二人も、副会長として入ってる14人というところで大騒ぎになっている。大きいお金が動くとどうしてもグラッと来てね。はい。そっちの方ばっかりに走ってしまうことあるかもわかりませんね。そうですね、うん。さあ、その問題となっている収入、お金ってどこから来るんだろうという、うん、ね、入ってくるんだろうということなんですが、うんうん、連盟の収入は試合をテレビで放送するときにテレビ局が支払う放映権、うん、それからスポンサーの収入などとなってます、うん、放映権が収入の 43% を占めると言われていますね、うん、で、今回汚職が問題になっている、話題になっているのはこの放映権をめぐるものです、うん、テレビ局と協会の仲介をする代理店と、うん、FIFA の幹部の間で賄賂が動いたんじゃないかというふうに、うん、言われています。その副会長2人を含む7人がアメリカの司法当局に逮捕されて、その7人を含めた14人が起訴されるという騒ぎですね、うんうんうん、で、容疑の中には今後行われるワールドカップとかいろんなコパアメリカ、旧南米選手権の開催地決定なんかに関しても贈収賄が行われたんじゃないかと言われております、うんうん、まあ、この辺はまた調べたらいろいろ出てくるかもしれませんけどね。で、これ民間のこと、役者や役所とかそういうとこではなくて、民間のとこなのになんでアメリカの司法当局がこうやって動いてるかと言いますと、贈収賄行為が主としてアメリカの金融機関の口座を利用して行われているという、このせいだし、そうです。贈収賄やそれを隠すためのマネーロンダリング行為っていうのは、明確にアメリカの法律に違反するということなんです。アメリカでは多額のお金を受け取り人が発覚しないように、ケイマン諸島なんかのこう租税回避地に開設した匿名の口座に送金するといったような、資金操作ですね。これを繰り返すことは、組織的不正行為に該当するということから、民間組織の人物であっても、これいかんぞとアメリカでは罰せられると。ね、政治家とか公的なものならね、はい、贈収賄というのは立派な犯罪やけど、民間やったらなんとなく悪どいなとは思うけど、ずっこいなと思うけど、はいはい、というのはここだそうです、はい、でそのちゃんと、その法律に基づいてということで、その、法律というのは、リコ法と呼ばれるもので、うん、日本の組織犯罪処罰法のもとにもなっていると。いうことだそうですね、うんうん、はい。さて、その、今話題の中心におりますブラッター会長、どういう人なのか、これね、ゼップ S ブラッターさん、スイス生まれ、ローザンヌ大学卒業、ドイツ語フランス語など5カ国語堪能、やっぱりなかなか達者な人ですよね、はい、うん、アイスホッケー連盟事務局長、これスイスですね、うん、それからスポーツ記者などを経て1975年に FIFA の事務局に入りました、うん、で、98年に8代目の会長になって今回5期目、うん、35歳まではスイスのアマチュアリーグでサッカーをしていた、サッカーと選手としても経歴があると、いうことなんですね。はいはい、はい、はい、この辺の情報はいりますかね。これいる。何もまだ言ってないけど言ってません。なんか知ってました。あのね、私もいろいろ調べました。会長について。はい、調べました。私が今言おうとしてたことなんだかわかります。わかります。何？私もネットで調べましたらね、全然こんなブラッドさんなんか知らんかったいう人もね、急に親しみ湧いた言うて、ネットの方でもね。書き込みが、あ、そんな人やったらすごい親しみ湧いたわいう人いました。何？私が言うんですね、はい、この方はですね、世界ガーターベルト友の会という団体を主催しておりましてこれはあれですね、ここはちょっと私と違うとこですね。何？ガーターベルトを愛する人は、ガーターベルトを愛するがゆえに、はい、パンティーストッキングは敵だという立場。坪井さんは両方好き
パンティーストッキング普及阻止活動もなさっておられる、うん、坪井さんは両方やから、はい、ガータベルトとパンティーストッキングと両方で、ね、ガタパン普及協会とか、ガタパン、そういう感じ、ガタパンはいいですね、の会長かなんかになるといいかもしれないですね。あ、うん、だってブラッタイのブラジャーとガーターベルト合わせたような名前ですもんね。ブラジャーは好きなんかな、わからん、どうでしょう、そんなことはどうでもいい、どうでもいい、はい、でも親しみはいたでしょ皆さん。あとね、非常に、あとね、はい、あの、はい、女子サッカーのユニフォームをもっとぴっちりしたパンツにしたらどうだって言ったこともあるらしいです。なんか余計親しみ湧くな。辞任が惜しい人、ね、そんなことを言うために私は、ね、経歴を紹介してんじゃなくて、で、今回そうやって、あの、言いながらも、うん、あの、汚職にもやっぱり関わってるんじゃないかというような疑いもね、ちょっと捜査対象に入ってるということで、うん、なってますけれども、はいはい、あの、でもね、いい人でもあるんですよ。うん、さっき言ってたね、そのね、巨額のサッカーに、あの、FIFA に来るお金は、ちゃんと後進国にとか若者にとかっていうような、うん、そういった、あの、流れを組もうよっていうふうにやってきたのはこの人なんです。なるほど。はい。という経歴もあるので、あの、疑惑はあるけれども、実力もあって、ついてくる人も多いというのが、このブラッター会長さんだったということなんですね。ちょうどリクルート事件みたいなもんですね。あれでもなんか、リクルートのあの、公開、非公開株、配られた人がもっと問題になりましたけども、はい、大物のところに全部行きましたですね。実力が、政治力がある、日本のためにこうやってやるという人のところへ行って、あの、渡れへん人は、あんまり力ない人のところは行かへんかったということで、はい、あの、結構、ある意味では、いろんな意味で力はあるんですよね。そうなんです。で、日本とも関わりがあって、うん、あの、福島の J ビレッジに隣接した医療施設っていうのは、うん、この、いろんな FIFA の、この人がやった取り組みの中で建設されたっていうようなこともありますので、あながち日本と無関係ってわけでもないですし、それから、あの、支援者いっぱいいるよっていうね、あの、ことも言いましたけど、1998年の時には、あの、中南米とかアフリカの方にずっと支援をだからそうやってしてましたので、うん、そっから票も集めて、そういった人たちにとっても人気の人で、だからずっと長いこと会長にもなってたっていう人なんです。清濁合わせ飲むというような、うん。だから今回、余計にだから、え、あの人がみたいなことで、うん、え、本当にっていうところに今来ていると。うん、いうことなんでしょうね。そういったところ、いろんな福島やらいろんなところに支援もした人が、ガーターベルトを支援して、最後、まとめそこに持っていきますか。今私、まとめは違う方向でちゃんとやろうとしてたのに。はい。はい、で、パンストは嫌いだ、いいところだけが違ってますね、僕らとね。そこだけ？お金も好きですよ、私は割と。はい、でも持ってるものは何も違う。全然違いますけどね。確かに、ゲラゲラ Q さんも、なんか、このままとどまってしまうと自分にとって不都合なことでもあるのでしょうかっていうのは、まあそういうようなね、はい、やめた理由の中にいろいろなものがあるんだろうなということだと思います。はい。